3年 G 組将軍先生授業じゃ。この問題がわかる者はおるかおらんのか。はい。図が高い。どうすりゃいいのよ。すっきりさっぱりパンダ。かわいいね。新人さんなの。今度うどんでも食べに行こうかね。おごってあげるよ、うどんね。失礼いたしました。ただいま入りましたニュースです。厚生労働省の発表によりますと、本日未明東京都内で新種のウイルスが発見されました。このウイルスはファンタスウイルスと名付けられ、人から人へ感染します。その感染力はインフルエンザウイルスに匹敵し、感染すると体温の上昇、心拍数の増加、血圧の上昇などの症状が見られるほか、重症化すると人を元気にしたいとか美容師を応援したいといった衝動に駆られ、思わずファンタスと口走り、親指を立てて手を突き出すという奇怪な行動に出るということです。またこのウイルスは人工的に作られた疑いが強く、当局が参考人 N 氏を近く任意で事情聴取する見込みであることも分かりました。それでは全国の、感染者をリポ中継、入りますか。はい。それでは全国の感染者をリポートした映像が中継で入りますので、中継に切り替わります。ファンタス。ファンタスティックな夜にご招待しますので、また楽しみにしていてください。みんな分かっているよね。粗相のないように。じゃあ行きますね。大先輩なんでね、粗相のないように。はい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 、行きます。せーの、ファンタスティック。中尾さん、お誕生日おめでとうございます。中尾さんと出会って、クリックの僕はまだ2年なんですが、初めて出会った時からとてもびっくりするようなサプライズをしてくれました。僕のオリジナルのドリンクをくれたり、クリックのオリジナルのものを作ってくれたり、会うたびに驚かされたばかりです。これからもたくさんの人を喜ばせる中尾さんでいてほしいと思っています。ファンタス。
中尾さん誕生日おめでとう、宮島からでした。あ、中尾さん誕生日おめでとう、清盛館からでした。はい、中尾さん誕生日おめでとう、錦帯橋からでした。中尾さんお誕生日おめでとうございます。大好きです。ファンタスかっこいいな、ファンタスかっこいいな、マスゾ、いやいやマスゾ、今一度だらまたアドバイスをください。とにかくタッカン誕生日おめでとうございます。タッカンの周りに対する手紙や写真の気配り、本当にいつも頭が下がります。こちらの絵も似顔絵も描いていただいてありがとうございます。私の部屋にいつも貼っております。いや、仲間って大切ですね。この仲間、共に支えるから仲間なんだ。本当に仲間です。タッカンとの出会い、ご縁に感謝します。そしてついてます。これからもますます素敵でついてる1年をお迎えください。誕生日おめでとうございます。ファンタス誕生日おめでとうございます。ファンタス、9歳の誕生日、本当におめでとうございます。これからも楽しい企画一緒に作っていきましょう。よろしくお願いします。おめでとうございます。また一言、また一企画あったらお願いします。お願いします。おめでとうございます。おめでとうございます。中尾さん誕生日おめでとうございます。中尾さんはこの美容界の大先輩で、美容師さんとして、そしてコンサルティングとして、そして今カメラマンとして、さまざまな業界貢献に一生懸命されています。その姿を見るたびに刺激になります。私もディーラーとしてこの業界貢献のために少しでも力になれるように頑張っていきたいと思います。また勉強させてください。ハンター最高。お誕生日おめでとうございます。中野さんの心遣い、人柄、全てにおいて、感謝そして尊敬しております。これからも中野さんに夢と感動を与える中野さんでいてください。今後とも勉強させていただきますので、よろしくお願いいたします。では例のポーズを。ファンタス、してファンタス、ファンタス、中尾さんおめでとうございます。うん、中尾さんいつもお世話になってます。お誕生日おめでとうございます。またよろしくお願いします。ファンタス、お誕生日おめでとうございます。今年一年、素敵な年になりますように心より、願っております。ゲッツ、あ、じゃなくてファンタス。中尾さん
ハッピーバースデー、お誕生日おめでとうございます。パチ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 。いつも中尾さんにはいろいろ本当によくしていただいて、写真送っていただいたりとか、本当にサプライズ、あ、こんだけ人をね喜ばす大人が本当に僕見たの初めてですし、この美容業界にもうなくてはならない男だと、まあ、この人が美容業界変えてくるんじゃないかなって、この底から中尾さんのことをそう思っております。僕が本当にいつもいろいろね中尾さんにご教えていただいてるんで、何もお返しできてませんが、中尾さんの背中を熱く熱く見させていただいて、少しでも中尾さんのように世の中に貢献できる男になっていきたいなと思ってます。いつも尊敬してます。ありがとうございます。あえて今日は皆さんがいっぱいビデオレター送ってると思うんで、僕はあえて運転中で送っております。ありがとうございます。中尾さん、お誕生日おめでとうございます。僕が初めて中尾さんとお会いしたのがセミナーだったんですけども、その時に僕がセミナーで会場で待っていたら中尾さんが現れて、その時にみんなが中尾さん中尾さんって近づいていたのをすごく覚えています。すごい方なんだなと思って、僕は名刺交換がしたくて名刺交換していきました。で、次の日にすごく素敵なハガキが届いていました。僕はそれが人生で初めてのハガキで、すごく感動して今でも宝物です。やっぱり僕も中尾さんのように人望が厚い、人の喜びに尽くせるような人間になれるように頑張ります。おめでとうございます。ファンタス。中尾さん、お誕生日おめでとうございます。伊達くんにも中尾さんのようなできる男になってもらいたいと思います。中尾さんのようなできる男になりたいと思います。せーの、ファンタス。中尾さん、お誕生日おめでとうございます。中尾さんと、知り合いまして、3年くらいが、経つと思うんですけれども、中尾さんとご覧いただいてからいろいろと勉強させていただいております。今後ともいろいろと勉強させていただきたいので、これからもファンタスを応援しますのでよろしくお願いいたします。今回本当におめでとうございます。ファンタス。先に言ってしまいましたけど、中尾さん、お誕生日おめでとうございます。いつも大変お世話になっておりまして、いつもその粋な計らいと優しさに心を打たれておりますが、これからも一層長生きしていってください。ファンタス。以上。誕生日おめでとうございます。12月2日は実は僕たちの創立記念日でもあります。嬉しいやら悲しいやらちょっと思いませんが、とにかくおめでとうございます。中尾さんのいつものサプライズには本当に僕も感動してます。これからもビッグミルよろしくお願いします。それではインタビューを始めます。中尾さんとの出会いは？はい、中尾さんとの出会いは今から約20年ぐらい前になります。私が中野の美容室に行った時に総店長として中尾さんは活躍していらっしゃいました。そこでいろいろな学びがありました。ありがとうございます。最近感じていることは？そうですね、お互い年を取りましたね。から20年、当時は若かったですね。それと総店長の出会いかな。これが一番の僕にとっては宝物です。ファンタス。これからもよろしくお願いします。中尾さん、お誕生日おめでとうございます。富山の高森です。今回富山でファンタスを広める会富山支部長に選ばれたんで、頑張って広めていきます。おめでとうございます。ファンタス。
just don't seem like yesterday we were. We were still together, time has passed and things have changed. So why do I feel this way? Cause you're with somebody else and I'm with somebody else. But whenever I think about the love we had, so whenever I think about the love we made. 中尾さん誕生日おめでとうございます。また中尾さんと出会ってですね、を喜ばせるというのがどういうことなのかというのが本当に、学ばせていただきました。どれだけ豆なんだと本当にいつも感動させられっぱなしです。これからも美容業界の陽気リーダーとしてまた我々をご指導してください。これからもよろしくお願いします。本当におめでとうございます。バースデープレゼントでぜひ針を打ちに来てください。私のスペシャルも受けに来てください。おめでとうございます。おめでとうございます。ワントゥーワントゥーボン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 、せーの、中尾さんお誕生日おめでとうございます。中尾さん、52歳の誕生日おめでとうございます。坂巻です。それではいきます。 1,2,3 ダーン。ファンタス中尾さん、おめでとうございます。おめでとうございます。このみんなでお世話になっています。お世話になってます。今日は内藤さんの誕生日です。いいよいいよ。招集会に参加しました。はい、みんなでサプライズビデオを作成中です。そうです。イエイイエイイエイ。これからもファンタス頑張ってください。頑張れ。せーの、ファンタス。お誕生日おめでとうございます。ご光が差しているのがご覧いただけるでしょうか。私佐藤でございます。これからも末永くよろしくお願いします。ハッピーバースデー。中尾さん、お誕生日おめでとうございます。はい、さいちゃんもね、おめでとうございます。もうすぐ首が座りそうです。中尾さんからいただいた、数々のお手紙、いつもあの大事にしております。こう部屋に飾ってね、いつも眺めています。本当にありがとうございます。ね、この旅行の時にいただいたお言葉とか今でもちゃんと覚えてます。中尾さんの言葉や行動はとても尊敬しております。今後もご指導コメントするほどよろしくお願いします。頑張ってください。ありがとうございます。失礼いたします。中尾さん、お誕生日おめでとうございます。ファンタス、ファンタス。中尾さん、誕生日おめでとうございます。いつも中尾さんの人を喜ばせるのには驚かされます。これからもよろしくお願いします。クラボーでした。ファンタス。中尾さん、お誕生日おめでとうございます。本気のファンタスを見せます。ファンタス、おめでとうございます。おめでとうございます。ファンタス。ますますの発展の気持ちを込めまして行かせていただきます。ファンタス。
尾さん、お誕生日おめでとうございます。中尾さんの、なりちゃん、とにかく相手を先に喜ばすんだよっていうあの一言が、僕の人生を大きく変えました。葵も中尾さんのおかげで、お水たくさんいただいたり可愛がっていただいたおかげでこんなに大きくなりました。髪の毛もこんな風になりました。またさらに、素晴らしい、幸せいっぱいの、中尾さんの、星になりますように、お祈りしています。中尾さん、お誕生日おめでとうございます。それではここで中尾さんのお誕生日を祝してファンタの一気飲みをさせていただきます。どうぞ。無茶ぶり。ゲップしないでお誕生日おめでとうって言うんだよ。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear 中尾さん。Happy birthday to you. せーの、ファンタース。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 中尾さんお誕生日おめでとう。ファンタース。52歳のおめでとう。来年18日ものすごく楽しみにしてるよ。わお、中尾さんやったな。お誕生日おめでとうございます。いつぞや、3月27日の成田さんのフリーで始まったあのイベントにですねお招きいただいてありがとうございました。なんかあの時にフミビタン D を作ってくれた中尾さんということで、僕は実はあのフミビタン D は今もカバンの中に入れてます。そして何人もの人に見せて笑わしてます。あの返事は 0.2 秒でできなくなった時これを飲め、頼まれ事がめんどくせえことと思った時これを飲めってみたいな書いてあるあのフミビタン D がですね、僕はなんか妙にハマってしまいまして、あのたくさんの人に見せながら笑いを取って、でこれ欲しいこれ欲しいと散々言われながらもリボンビタンデーに怒られるなと思いつつも、それはなかなかできませんというふうに言いながらですね、みんなを笑わしてます。また中尾さんが一つ年を重ねられて、幸せの数がまた一つこうたくさん増えて、人を照らす人になってくれると嬉しいなと思って、また次回お会いできることを楽しみにして、今日は心からハッピーバースデー。お運び様で、誠にありがたく御礼を申し上げます。どうぞ一席よろしくお付き合いなどを願っておきますが、私の方はと申しますと柳谷京太郎と申しまして、中尾さん、ごめんにかかったことはございませんが柳谷京太郎でございます。12月2日がお誕生日ということで、おいくつになるのかも知らされてませんが、すいません52歳です。52歳、はい、お写真を発見しましたが、若いです。僕より若いかと思いました。おめでとうございます。また今後も京太郎落語家連中演芸の世界で皆さんをよろしくお願いします。おめでとうございます。ありがとうございます。とんでもないです。ありがとうございます。